はい、どうも僕です。ということでね、今回のドラゴンクエストライバーズやっていきましょう。ということで、今回の敵はフローラ号令。ということで、号令を使いつつ、フローラとタバサの、ダブルヒードも使っていくデッキを作ってみました。記憶か、交換かな？うん。さあ、そして来るカードは、エメラルドーン。号令来たらかなりありがたいけど、じゃなかったらちょっとコスト高すぎる。さあ、そして終焉の波動。これは普通にいらない。とりあえずテンションアップでターン終了。ということで、今回のデッキはこちら。まあ、こんな感じで、そうだな。まあ、とりあえず号令を使うまでの間はフローラで、まず、カードを2回引きますと。で、フローラでカードを引いたり回復したりしつつ、で、その後タバサに切り替えて、で、特技を使っていって、特技のレベルも上げていって、ヒーローのレベルを上げていって、で、あわよくばそこら辺で号令を使っていくと。で、そうすればね、非常に強いユニットを出せるということで、こういったデッキとなっておりますと。さあ、それではここはまずフローラを使います。で、ここで回復&カードドローを使うと。いいね。さあ、これでナイクが結構大事だけど、タップデビル、これはナイスすぎる。待って。来ている。これは来ている。タップデビルはね、4コストのランダムな特技カードなんで、確定で号令をサーチできると。まあ、これはもう号令デッキだったら確定で入るカードなんで、もう最高と。最高なカード。でね、このデッキの特徴としては、大体の号令デッキって、低コストユニットがあんま入ってないんですよね。僕の知っているやつだけかもしれないんですけど、なので、まあ、このデッキはただ、普通になんか、さあ、それではここはまあ、タップデビルかな。タップデビルからの癒しをあなたにも使うことによってカードもドローしていくと。今日実況下手じゃね今日実況下手さ、あれなんかさっき僕、それでもいいんだよみたいな話してたのに、あれなんか、邪魔だな邪魔だな。まあまあまあ言ってもよ。まあタバサも使わなきゃいけないんで、つむりんママか。どう来る？どっち来る？お、それはナイス。であれば、でもタップデビルどうしようかな。ピッキーか。トリマタワーサー使うでしょ？ただ絶好調なくなっちゃうのはちょっとあれだけど、まあ、言っても絶好調なくなってもコストマイナス1の効果がなくなるだけなんで、まあ、言うほど悪くはないと。うん、悪いけどね。うん、良くはないんだけど、まあまあまあ別にそれでも一応戦えるっちゃ戦えるんで、ピサロの手先よりか全然マシなんで、なので普通に2点与えて、で、ピサロの手先とピッキー出してエンドします。で、こうすればほぼ確実にツムリマも次のターン取れるんで、かなりいいと。うん。かなりいいので、で、グレンがあるからそこで、まあ、取られちゃうんだけど、まあ、ここ2体使っても絶対1体は残るし、最悪ピサオの手先やられてもピサオナイト出てくるんで、まあ、相当なことない限りは倒せるので、まあ、非常にいいと。で、まあ、とりあえずここゴールはほぼ確実に取れるんで、あれだね。だからさっきみたいなピサオの手先みたいなことにならなければほぼ確実に使えるということで結構いいと。さあ、そして天使アップ。しかしグレンを使ったところで、まあ、ユニットはそうだね、取れないよね。うん。こっからさらにもう1枚特技がなければ大丈夫と。さあ、ピッキーがやられていく。まあ、そんな大したことはないと。で、1コスだったら多分何もできないはず。メラとかあったら話変わるけど。スライム。しかし、そこに置くのか。はいはいはい。ということは、これは無視でそのままエンドかな。OK。ならば、つむりママを最初から取れるんで最高と。さあ、さらに、方向か。いや、いらんな、言っても。方向はまあいらんよね。普通に号令使って。ん？てか方向、号令の後方向使えばいいのか。そうだね。まあ普通にこれでいいよね。普通にこうします。まあ肥沃使いたいところであるけど、まあここは悩まず号令でいこうか。号令使います。で、ここよな。待って。それは聞いてない。今言ってもまあただ方向はでも使わなくていいと思うんだよね。個人的に方向はタバサ用に使っておきたいんで、転身アップでいいか。うん。で、終焉があと2ターンで使えるんで、まあ、レモンキングはそこで取るか、もしくは普通にエメラルドンでも取れるんで、まあ、そのどっちかかなと。で、次のターンはまあ肥沃使う感じかな。肥沃とまあ方向はまあ場合によってって感じかな。うん。
方向そんなね、まあ、使いたいには使いたいけど、まあ、テンションアップでも全然使えるんで、あーベホイミか。まあ、ただ今スライムがいるからあんまりね方向を使っても変な的がいっぱいあるんで、だからそこであんまり使いたくないというとこなんですけど、さあここはあれかな、ピサロナイトここ2体で取ってくる感じかな。はいはいはい、で1点ダメージを2回使うと。まあレモンキング、ただ言っても今丸出し状態だし、まあどの道も狙い撃ちがあるんで、めっちゃ噛んだな狙い撃ちがあるんで、なのでまあ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 大したことはないと。まあここで一番嫌なのはコインで大量生産することだけど、コイン持ってないよね確か。うん、今んとこゲット系ベッド系とか出してなかったんで、うん、多分ベホイミスライムが初めてかな、レモンキング覗いたら。なのでまあここは僕の運を見せる時が来ましたということですね。はい、うん、言葉に困る反応に困る、そして3点と。まあいいのかないいのかな、まあ、一応肥沃あるんで回復は余裕でできるし、方向か、あ方向2枚あんな、1枚使ってもいいかもな。でもスライムあんだよな。まあ、とりあえずここは取るの確定で、で肥沃使って回復 &MP プラス1をする、これがめちゃめちゃ強い。我が身に宿れ。さあこれで回復してさらに優しき祈り、方向使うか。また使ったとてエメラルドンやられる未来は変わんないから、だったらピサロナイト出した方がいいのかな。うん、でエンド。でエメラルドンはもう1体いるんで、まあ、号令を後々何タバサでサーチすることを考えたら、そうだね、やっぱりカードドローに専念した方がいいのかな。さあここでおっとそいつで来る、これはなんだあれかな、もう1体レモンキングいる感じかな。だとすれば終焉の波動があるんで、まあ、終焉からの、ああダメなのか、 MP プラス1じゃないのか今。レモンキングじゃないことを祈る。グラゴン、まあ、確かにベッドを使えるんでわかるけど、おおおおおい、やるやんやるやん、君やるやん。まさかの全ての敵に1ダメージでも、敵リーダーに3ダメージでもなく、ここを引いていくあたりやるやん。ただしこちらにはシロウ君がいると。あーどっちかな、ただ終焉でも全然ありなんだよな。こいつが15か15になったら全然弱いんで終焉でいくかな。で僕ハーゴンも入れてるんで、まあ、ハーゴンでシロウ出すっていうのもありなんで、そこ考えたらまだ白単体で出すのはそんなによろしい判断ではなさそう。あと号令もあるんでね、とりあえずそこら辺考えたらまだ使わないでおこう。うん、どうせねホミロン軍曹かなが残っちゃうんで。さあ魔力解放、まさかのここで魔力解放、まあ、ここはテンションアップかな。でエンド。まあ号令次のターンにゲット、一番最短でできるけど、おっとここに来てデボラ、まあ、確かにデボラ使うタイミングがそんななかったね。さあここでカード1枚引いていく、これが何かレモンキングじゃないことを祈る、フラグじゃないよ、大きい、そういうことよ。まあそういうことだね結局。さあここはクラウン使っていく感じかな、まあ、ボックススライムに使うのも全然強いんで、まあ、そっちの可能性もある、まあ、どっちにしろリーダーダメージあるんで、おーまあまあまあ反応に困る第2弾。さあこれは全体で頼む、 OK 全体はありがたい。そして1点と、これはエメラルドの単体出しが一番安定してそうだけど、一旦方向かな。ラーミア、とりあえず方向使います。誰だ、あーまあ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 いいいいよくて、でここでカード引くね、まあこれ一旦見よう。クモツここに来て、いやでもクモツるもんがないからな、まずクモツるもんがないんで、まあ、エメラルドーンバリアを張っといてエンドかな。うん、まあシードを出すっていうのも全然ありだけど、まあ一応魔力解放があるんでそれも いけるっちゃいけるけど、どっちかな。あでもシードだったら78、5点でしょ、
これで6点。どっちがいいかな。回復できること考えたらシドも強いんだよな。どう手を打つべきか。これ悩むよ結構。これ悩んじゃう。いいでも確実に取るんだと。あ、そっか、こいつやられればプラス1がなくなるんで指導でいこう。ちょっとこれ悩んじゃったな。 OK、 ちょっと申し訳なかったけど OKOK、 これは結構強いんじゃない。さあこれで全体にダメージで回復ができるのがあるんで、それで僕はこっち選びました。まああれだね、エメラルドンだと、まあ、耐久できる可能性は高いんだけど、ただ耐久できても次のターンやられちゃったら意味ないんで、それ考えたら指導の方が生存確率は高いということでこっち選ばせてもらったんだけど、ただ HP がこっちの方が低いんでやられちゃう可能性も若干高くなっちゃうと。だからまあメラゾーマとかあったらやばいけど、おっとメラミということはやられましたと。あーはいはいはい、まあ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 、ただ使わせたと考えたらいいのか。どうだ、グレンでしょ。とりあえず次のターン H 使って号令来たらラーミア&号令でいこう。とっておきよ。はいはいはい、良いのか悪いのか、まあ一応ねラーミアがフィニッシャーみたいな感じになってるんで、耐久できれば一番最高ということで、まあ全然悪くない展開ではあると。さあトゲコンボ、とりあえずここは H を使います。でこれで何が来るか、号令で頼む。一旦トゲコンボ、一旦トゲコンボタイムいきます。で蜘蛛方向かな、蜘蛛でトゲコンボを取る。闇への蜘蛛。さあこれでいけにえか。それはいけにえありだね。まあただ方向かな、言っても一旦除去するのが大事なんで。 OK、 そっちはナイス。これでピサオナイト生存ルートも入った。 OK、 これでエンドと。で、まあ、このクラーゴに関しては3点ダメージがあるのでそこが嫌だけど、まあ、一応タバさんの効果で回復も持ってこれるんで、記憶があるんで、まあ、そいつ使っていけば全然ね回復も可能ということを考えたらまあ全然ありかなと。で号令もあるからまあ何着ても結構今ありかな。方向じゃなければレオパルド、デデデンデデン、ウッテドゥ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 。あれこれってさ、ターニか、このターニだから全然。そうか、今2点がここだったからよかったけど、ピサオナイトに来る可能性があったのか。危な、それ忘れてた。そっか、知らなかった。全然一回も使ったことないから分かんなかったけど、あ、一回はあるかな。まあだから分かんなかったけど、あ、そうなんだ。そうなんだ、毎ターンなんだね。試合中かと思ってた。で一回使い切ったらまたリセットされるみたいな、そんな感じかなって思ってたんだけど全然違ったわ。私の出番だな。イザナいいね。とりあえず H 使います。これ方向はないて。待って待って待って、一旦方向チャンス、これは無視しよう。無視して生贄使う。戦え。はい、号令トゲコンボ蜘蛛イザナイ使ってこいつは取ろう。こいつを残すのは結構面倒いんで倒して、でレオパルドは放置で、ラーミアを使うことによってラーミアチャンスもいけると。で号令があるんで次のターントゲコンボ号令でいい感じにいけると。でタバサも使えばもう1枚号令が来ると思われるんで、まあ、来なくても回復なんで、まあ、かなりいいんじゃないこれは。めちゃめちゃ今いい盤面だと思う。さあしかし相手何持ってるかな。メラゾーマ1回使ったから多分ね、そんな対あ使ってないか、あ使ったよね、1回使ったから多分そんなに大したカードはないと思うんだよ。でレオパルドも生存してるから、シャドウ出すこともできないと考えると、まあ、そんな大丈夫だと思う。で、まあ、次のターンエメラルドン出すからって考えると、おお待って、お前スライム。あれお前スラ、あ
闇のクリスタルがないダークキングはただのスライムといったところ。さあハーゴン、お前邪魔邪魔、めちゃめちゃ邪魔今。待って、これほどまでにないほどに邪魔なんだけど。どうしよう、待って待って、クソ邪魔、クソ邪魔、邪魔邪魔、その一言に尽きるんだけど。どうしよう、終焉使うか、まあ、終焉使ってもいいんだけど、まあ、どうしよう、でも号令が運ゲーになっちゃうんだけど。いや、ここは運で勝ってこその実況者だということを僕は見せつけたい、まあ、ハーゴンが来てる時点で運ないんだけど、行きますよ。邪魔なハーゴンには死んでもらっちゃダメだ。起きそう。はいね、まあ、そういうことはな、結局、まあ、結局僕はそういうところで持っているというお話でございます。まあ、肥沃来ないし号令も来ないけど、まあ運はあるというほど今回見せつけさせていただきたいだったと、はい、そういうことでございます。さあここで闇のクリスタルじゃなくてダークキングが突っ込んでくるが、もう闇のクリスタルさえ生成されなければもう今日やばい、滑舌がやばいさあここでレオパルド突っ込んでくるかな、まあ、突っ込んでくる分には全然あり、どうだ、まあ、ただ言うほど相手も回ってないから結構厳しい状況に変わりはないはず。レオパルドがフェイスに来るのも全然あり、やられないからね。まあ、ただ相手のカード数から見ておそらくシャドウ使えるほどの枚数ないと思うんだよな、まあ、全然来るのは構わない、うん、ウェルカムトゥーマイフェイス、うん、もう分かんない、やばい、もう今日実況が下手、うん、ごめん、まあ、いつも下手だけど今まで以上に下手、そう、それが今日の僕。さあスラストライク、まあ、ここ終焉かな、まあ相手がもう一枚使ってきたら終焉で、ユニットもう一体、そしたら使う、そしたら絶対使う、その一枚使わんのかい、使わんのかい、そうなってくるとちょっと話が変わる。ピッキー出して天空で何が食うかそこで考えよう。ここに来て号令、そしてシルバーオーブ、ここはね行かせてもらいます。オーブ使って、オーブ使う、急にラーミアな動き急にラーミアな動きをして、魔力解放使ってありか、スライムがここ突っ込んでくる可能性があるから、あとなんか特技系があったらめんどくさいんで、ここで生贄も使うことによって確実にラーミアチャンスを狙っていく。で次のターン、これなんだっけ、この天空の位置使えば、あ待って、そっか、ドレアム使えばいいのか、ドレアム使ってこの号令とか関係なくドレアム使えば一掃できるから、それも全然ありだね、ありよりのありすぎる。さあここでおそらく3点くるんで HP5 と、そうなればメラゾーマさえ来なければ勝ち確ではないな、ごめん、メラゾーマさえ来なければ結構強力盤面になるんで、そう今相手手札が1枚なんで、でメラゾーマで持ってるんだよね、うん、知ってんだよね、あるのが、それが一番怖いんだけど、まあ、ただピサロ、ここはオーブ、あ待って、先にドレアムだな、ドレアム使って一掃します。まあ、天空の位置使いたいところではあるけど、オーブ使っておけば次のターンオーブ揃う可能性もあるんで、まあ、これでエンドする、オッケーオッケーで一掃、これはいい判断なんじゃない。でその特技、それも怖いそれも怖いけど、まあ、こっちオーブなんで、次のターン残り3枚になるでしょ、でオーブ使って今のところオーブが3枚含まれてると、ってことは次のターン勝ちだな、あ違う、2枚か、2枚ってなると、待って今計算してます、クモツがあるかカード1枚ドローできると、ってことは勝ちか、
勝ちかな、うん、おそらく勝ちと思って良いのではないかな。さあここで生贄が来るがオーブを使います。そしてここでまたオーブが来なければやばいけど OK、 オーブ来る。そしてここでオーブが来れば勝ち確。しかし来なくても闇への供物で1枚ドローできる。さタップデビューが来るが闇への供物で1枚ドロー。これによってまさかのドレアムを生贄にするやばいやつがいたと。さあそしてオーブが来たことによってラーミア勝ち。対戦ありがとうございました。見事だったわ、私の負けね。ラーミアさせて。俺の負けだ。せいや、行きます。どう動くかな。どれにしましょう。
私の出番だな。眠くなってきたので、お先に失礼いたします。